の畑ですか？うん、歌のお弁当持ってってないからきっとお腹空かせてると思うんだ。だから誘ってもらったのは嬉しかったけど。だったら一緒に行けばいいんじゃないか。ルイさん、畑でみんなで食べればいいんだ。歌野の畑見たかったしちょうどいい。それナイスアイデアだよ田町先輩。ミトさんが嫌じゃなければご一緒させてください。嫌だなんて。うん、みんなで行こう。よいしょ。やっぱり畑仕事は気持ちいいわ。おーい、うたのあ、みーちゃん、今日はたまこさんとあんずさんも一緒なのね。うたのの畑を見てみたかったんだ。にしてもちょっと遠いな。うん、もうお腹ペコペコだよ。ご飯と聞いたら急に。大変、ハングリーだわ。みーちゃん、私のお腹が空腹を訴えている。うん、そうだろうと思って今日も大盛りにしてあるよ。ありがとう、愛してる。うん、私もだよ。それにしても結構広いんだな。ここ耕すの大変じゃないか。ええ、とっても大変よ。だけどその大変さが楽しいの。畑はね、最初は何もない荒野なのよ。そこに無心でクワを入れていく。気づくと私の後ろには芽があって、それが畑になっていくわ。よくわからない。だったら一度体験してみるといいわ。おお、それならわかりやすいでしょ。さあ一緒に農業を目指しましょう。歌のも頑張ってるから、私も。そ
が来なくちゃ。よし、もう一回やるぞ。うん、普通最初は補助輪つけると思うんだけど、一応頼んでおいた方がいいかな。しましょう。うん、お腹ペコペコだよ。じゃあ今日はもう行くね。ちょっとやることがあるから。ええ。ゆきさん、みーちゃんの膝見た？膝？見てないけど、あ、もしかしてあれかな。あれ？昨日あんちゃんから補助輪頼まれたの。みとちゃん自転車の練習してるんだって。みーちゃんが自転車を？うん、ここってちょっと遠いでしょ。自転車があればずっと楽になる。それなら私がみーちゃんを抱っこするわ。この程度の距離何往復だってできるもの。ご飯を食べに帰るんじゃないんだね。補助輪用意しない方がいい？うん、いえ、それは用意してあげて。だってみーちゃんが頑張ってるんだもんな。兄ちゃんが自転車に乗ってきてくれたら、それはきっととっても嬉しいと思うから。